はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の条件付き確率丸三をお送りします。で、これで条件付き確率3つ目ですね。で、今回も問題演習、まあ、1個大きな問題に小問が2つ入ってるパターンをやっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、箱が3つあるタイプをやっていきます。まあ、ABC 箱があって、それぞれに赤と白が、まあ、右の表みたいな数で入ってると。で、そこから無作為に1箱選ぶ。まあ、どれでもいいからね、1箱選んで、1個の玉を取り出すときに、次の確率を求めようという問題です。で、まず1番が、取り出した玉が赤玉である確率を求めたい。だから、箱の限定はないんです。1番に関しては。赤が出ればいいっていう。で、もうどう持っていくかっていうと、ただ、もう A を選んで赤を取り出す。B を選んで赤を取り出す。C を選んで赤を取り出すっていう、この3パターンしかないんで、それぞれ求めて足していきます。方針としてはね。で、まぁ、あ、説明上ですね、まぁ、あ、途中式書かされることもあるかもしれないので、じゃあね、赤玉を、取り出す。取り出す事象を、まあ、文字を使ってちょっと置いていきます。まあ、取り出すっていうことだね。どうしようか。文字何でもいいんですけど、ABCD でまとめるよりも、あれか、レッドだから R とかにしとこうか。もう適当です、ここごめんね。まあ、こうやって置いておきます。で、今求めたいのが、それぞれ、ちょっと大文字の方がわかりやすいんで、この、A の箱を取り出す事象をラージ A、B をラージ B、C をラージ C だと思ってください。説明の時はね。さっきも言ったように、まず A の箱を選んで赤を取り出すっていうのは、A の箱を選ぶっていうことと赤を取り出すってことが両方起こんなきゃいけない。これは条件付き確率ではなくて、両方同時に起こらなきゃいけないので、確率 A を選ぶかつ赤を取り出すっていう、これになります。いや、条件付きではなくてこっちね。で、プラス、今度はじゃあ B を選んで、で、赤を取り出すとき。で、もう一個。C を選んで、赤を取り出すときと、この三つを求めていきます。方針としてはね。で、まあ、これをね、条件付き確率のやつで、こう、公式で持ってってもいいんですけど、まあ、これの場合だったら、A の箱を選ぶっていうことと、そっから赤を取り出すってことが同時に起こればいいわけじゃん。つまり、A を選びますっていうのは3つの箱から1個選んでるんで、箱を選ぶのは3分の1です。で、そっから赤を選ぶのは A は7個あって、そのうちから3個選ぶから7分の3になります。で、プラス B の箱を選ぶのももちろん3分の1で、 B の箱から赤を選ぶのは5個の中から赤を2個選んでるので5分の2プラスC の箱を選ぶのももちろん3分の1で、 C は5分の3だね。今度赤を選ぶのはだからこうなります。で、まとめていくと約分できるからね、7分の1プラス、ここができねえんか、15分の2プラス5分の1と、で、これ通分下ギリちょっと微妙だったね。こっち行こうか。いくつだ、四五三十むずい。105までいかなきゃダメっぽいね、これね。だから105分の、これを15かければ105なんで、15でしょ？プラス、これ7かけるとだから7に14でしょ？で、これが21だから、こうなるのか。で、ちょっと俺の文字の大きさが良くなかった、今回。105分の、35。50。あ、これ絶対約分できるね。5でやって21分の10となって、これで終了となります。いいかな。じゃあ次2番です。で、2番は取り出した玉が赤玉の時に、それが箱 C から取り出された確率です。まあ、これ言葉がね、ちょっとね難しいとこではあるんですが、
取り出した玉が赤っていう条件がついた状態でそれが箱 C から取り出されたというふうに解釈をするから、これは条件付き確率になります。で、こっちが先に起こってる事象なので、赤を取り出す、ね、取り出した玉が赤っていうのはさっきやったように R のことでしょ。つまり2番は P の R が先に起こった時にそれが箱 C、 C ってのは C だからね。今これを求めたい、 PR の C です。こっちが R っていう事象、こっちが C っていう事象で R を満たしてる、これがね結果として成り立ってる状態でそれが C でしたっていう解釈だから、でこうなると。で、あとこれ公式ね、分母は左側のアルファベットなんで PR がきます。こうで、上は P の R かつ C なんですけど、かつの時は R かつ C も C かつ R も同じになるので、ちょっと入れ替えてこう書いちゃいます。なぜならここと一緒になるから、そうするとね。で、やっていくと、P の CR、これはここと一緒ね、3分の1かける5分の3だから5分の1になります。これ幅があるから下行こうか、分子は5分の1で、PR どれかっていうと、 PR って赤を取り出す事象のこと、それの確率でしょ。今1番で出したからね、取り出した玉が赤である確率って。だからこれものに使います。つまり分母は21分の10。で、これはもともと例えば5分の3とか分数があった時、それで3割る5と一緒でしょ。これ小学校でやりますけど、5分の3は3割る5なので、まあそれとね同じように考えてくれれば、分子割る分母って考えられる。で、分数の掛け算いてててなので、あの割り算なので掛け算にね変えてしまって後ろを入れ替えると、まあ、逆数にする感じだね。で、これ約分ができないんだね。だから答えが50分のよいしょ21で、これで終了となります。いいかな、まあ、ぜひねこんな感じでやってみてください。では今回は高校数学数 A の条件付き確率丸3をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸4まだ続きます。ちょっと違うタイプの、文章題なんですけどをやっていきますんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。